ただいまの出席議員数は25名であります。定数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布しております。議事日程第13号の3によって進めます。日程第1、昨日に引き続き代表質問を行います。25番、鈴木健次郎議員。私は市長の施政方針と財政、教育庁には教育振興基本計画における基本目標等について、日本共産党審議団を代表して伺います。代表質問ですので、基本的な考え方についてお尋ねをいたします。まず、市長の施政方針と財政についてであります。1点目は、コロナ危機による財政への影響についてであります。市長は施政方針演説の中で、コロナによる地域経済は今なお大きな影響を受け、特別定額給付金など約97億円、事業者へは市独自に20億円規模の施策を講じたと述べております。コロナ危機による市財政への影響を考える場合は、まず国の地方財政計画を見る必要があります。2021年度、令和3年度の国の地方財政計画をどう見ているのか伺います。国の地方財政計画は、いわば地方自治体の歳入、歳出の見積もり書であります。これによって地方交付税等が定められます。例年であれば、この見積もり書に沿って動いたわけでありますが、今回は新型コロナの影響が大きくかぶさっております。特にも一昨年の消費税税率 10% の増税と相まって、地方の財政への影響は小さくありません。地方交付税や地方創生臨時交付金等の動向はどのようになっているのでしょうか。またこれへの対応をどのように考えているのか伺います。2点目は市民の命と健康、暮らしを守る施策についてであります。市長は施政方針で市民の命と暮らしを守り、地域経済を立て直すため感染防止対策や経済対策など引き続き適時適切な施策を講ずると述べております。具体的な施策をどのように講じようとしているのでしょうか。3点目は自治体のスマート化についてであります。自治体のスマート化とは、簡単に言えば AI、 人工知能やロボテックス、ロボット工学を活用し、業務の効率化を図るなど、効率化などを図り、デジタル社会に結びつけようとするものであります。市長は施政方針で、自治体のスマート化とデジタルトランスフォーメーションについて述べております。国は今年9月にデジタル庁を立ち上げるなど、日本のデジタル化を一気に進めようとしております。市長は国が目指すデジタル化をどのように見て、市としてどのように進めようとしているのか伺います。4点目はジェンダー平等についてであります。ジェンダー平等は一般的にこれまで馴染みの薄い言葉でありまして、さまざまな見方があるようでありますが、端的に言えば男性女性という性の違いによって差別されない社会実現を目指すものと私は捉えております。先般の
森喜朗東京オリンピック・パラリンピック組織委員会前会長の女性蔑視発言により、改めて日本のジェンダー平等の遅れが問われる状況が世界的にも広まりました。北上氏は男女共同参画と多様性社会を推進する条例等を策定し、ジェンダー平等を目指す一定の取り組みが行われておりますけれども、市長の施政方針にジェンダー平等の視点をどのように位置づけているのか伺います。次は教育長にお聞きをいたします。今年1月29日、議会に示されました北上市教育振興基本計画素案についてであります。この計画は文字通り、向こう10年間の北上市の学校教育等の基本を定めたものであります。計画は教育基本法に基づき、計画を定め、北上市教育大綱の理念を実現するとし、基本目標と基本方針を掲げております。まずお聞きしたいのは、この基本目標と基本方針に関して、教育現場において教育基本法や子どもの権利条約の視点がどのように実践され、今後どのように計画に反映されようとしているのか伺います。教育基本法は9法が安倍内閣によって改憲され、現法は国家主義の強いものになっておりますが、基本線は教育関係者をはじめ、国民の力により押しとどめ、その目的と利権は9法を貫いているものがあります。子どもの権利条約はご承知のとおり、国際的な条約で、我が国では1994年、平成6年5月に発行しております。これは子どもの学習権や意見表明権、社会参加の権利など、まさに子どもの権利を保障するものであります。憲法に次ぐ条例法として、拘束力を持つものであります。今、子どもの貧困や虐待、いじめが横行している中、この条約の理念が生かされることは、ますます重要になっております。2つ目は、基本計画第4章で定める施策の展開、現状と課題の中で、1、確かな学力と情報活動能力の育成、3のグローバルな人材育成について、それぞれ課題を挙げ、その解決の必要性を強調しておりますが、この2つの施策の考え方と現状認識、そして課題解決に向けた取り組みについて伺います。以上であります。市長、おはようございます。おはようございます。鈴木健次郎議員のご質問にお答えいたします。はじめに、コロナ危機による財政への影響についてでありますが、国が示している令和3年度地方財政計画では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、地方税の減少を見込み、地方交付税と臨時財政対策債の増加を措置するなど、新型コロナウイルス感染症の地方財政への悪影響を勘案したものとなっております。しかし、臨時財政対策債の増額で当たられる部分があり、本来は普通交付税で措置されるべきものであること、また、新型コロナウイルス感染症の影響がどの程度の期間継続するかにより、普通交付税等による国の財政措置の必要性も変わってくることなど、今後注視すべき事項があると考えております。当市においても、コロナ禍の影響を強く受けており、令和3年度の市税は、前年度当初予算比で 1.7%、約2億4000万円の減少を見込んでおります。また、地方自治体の収入の安定性を図る指標となる、市税や普通交付税などの
経常一般財源総額で見ると、3.1%、約6億1000万円の減収を見込んでおります。なお、普通交付税は 15.3%、約4億9000万円の減少となっておりますが、当市においては、基準財政収入額の算定基準となる固定資産税が伸びる見込みであり、加えて前年度市民税が伸びたことなど、当市独自の状況によるものとなっております。今後は新型コロナウイルスの影響や景気の動向を注視するとともに、今後数年間は基金を取り崩しての財政運営を予定しており、これまで以上に財源の確保を徹底し、適切な財政運営に努めてまいりたいと考えております。次に、市民の命と健康、暮らしを守る施策について申し上げます。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況において、市民の命と健康、暮らしを守るためには、感染拡大防止と経済活動の両立が不可欠であると捉えております。市ではこれまで、国や県の支援の狭間を埋めることを念頭に、支援を必要とする分野や業種を洗い出し、経済支援を展開してまいりました。4月中旬には、高齢者へのワクチン接種が開始される見込みでありますが、ワクチンの効果により、市民が集団免疫を獲得し、経済活動が正常化するまでにはなお一定の時間を要すると考えており、今後も地域経済の動向や国・県の支援制度を注視しつつ、支援の狭間にあり、援助を必要とする市民・事業者が確認された場合には、速やかに支援策を検討し、事業化を図ってまいりたいと考えております。次に、自治体のスマート化等についてお答えいたします。国では、令和2年12月25日に閣議決定したデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針において、デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を目指すべき社会のビジョンとして示し、デジタル化を推進することとしております。この取り組みにおいては、住民に身近な行政を担う市町村の役割が極めて重要と位置づけられ、各自治体が重点的に取り組むべき内容と支援策等を取りまとめた、デジタルトランスフォーメーション推進計画を総務省において策定したことから、各自治体は本計画を踏まえて、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを推進していくこととなります。当市では、総合計画に沿って、令和2年4月に策定した北上市情報基本計画2020において、令和2年から令和4年までの3カ年を計画期間とし、ICT 利活用による市民一人一人の豊かな暮らしの追求を基本方針に掲げ、市民サービスや行政事務のデジタル化を推進しているところでありますが、今般国が示した取り組みは、当市の計画でほぼ網羅されているところであります。そのため、令和3年度に設置する情報政策推進室を中心に、情報基本計画を着実に推進することで、自治体デジタルトランスフォーメーションを実現してまいりたいと考えております。次に、ジェンダー平等について申し上げます。施政方針にジェンダー平等の視点をどのように位置づけているかについてでありますが、新しい総合計画の基本方針9、誰もが主体的に参画する市民共同の進化の中で、多様性が尊重される社会の形成を推進するものであり、すべての施策を支える仕組みとして位置づけているものであります。私からは以上であります。教育長。
ございます。おはようございます。私からは教育振興基本計画等について申し上げます。今回、教育振興基本計画の基本目標に掲げた未来に向かい自ら学び地域を互いに支える人づくりは、予測困難な社会の変化に主体的に関わり、どのような未来を作っていくのか、どのように社会や人生をより良いものにしていくのかを自ら考え、より良い社会の作り手となる力を身につけられるよう、社会総がかりで教育を進めていくという考え方を示したものであります。市内小中学校においては男女混合名簿を使用することや決して体罰をしないこと、差別的な言動を許さないこと等を学校の教育活動において実践しているところであります。これらは教育基本法や子どもの権利条約の子どもの権利条約の考え方に共通しているものであり、今後も実践してまいります。確かな学力と情報活用能力の育成における施策につきましては、変化の激しいこれからの社会を生き抜く子どもには、知識や技能、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力を育むことが求められているという考えに基づくものであります。学力の現状につきましては、令和2年12月に行いました市総合学力調査の速報から、おおむね全国水準を維持していることが伺えました。情報活用能力の現状につきましては、ギガスクール構想において、1人1台端末を整備しましたので、子どもたちの学習場面における効果的な活用の在り方を考えていく必要があります。施策の推進方針として、確かな学力の育成につきましては、主体的、対話的で深い学びの視点からの授業改善に取り組み、言語能力の育成や外国語教育、プログラミング教育、理数教育等の充実を図ってまいります。情報活用能力の課題解決につきましては、1人1台端末の活用を進め、情報を整理、比較、発信、伝達したり、共有したりする力の向上を図ってまいります。グローバルな人材育成における施策につきましては、これからの時代に生きる子どもたちは、外国語を使って積極的にコミュニケーションをしようとする態度や、科学への興味関心を高める態度、郷土を愛する心を育むことが重要だという考えに基づくものであります。現状につきましては、英検3級程度を身につけた生徒の割合を見ますと、令和元年度は全国の 44.0% を大きく上回り、53.9% となっております。グローバルな人材育成の推進につきましては、外国語を学ぶ機会として、英検受験料全額補助を継続すること、科学に触れる機会として、理科実験教室や児童・生徒科学研究発表会の開催等を通じ、児童生徒の英語力と科学力の向上に取り組んでまいります。以上であります。鈴木健次郎議員。それぞれお答えをいただきましたが、まず地方財政、これについて、市長答弁ありましたけれども、今回の特にもですね、地方財政計画、こういう特徴はどうなっているのかということで、それをどう捉えて、おられるのかということでお聞きしますけれども、先ほど市長も述べておられました、コロナの影響もあって、その減収をこれは見込まざるを得ないと。いうことだというふうに思いますが、国はですね、次のような方針で予算を立てているというふうに私は捉えておりますけれども、今、国会で議論中でありまして、正式にはまだ成立しておりませんけれども、ただ、第三次補正、これはもう1月に成立しておりますので、そういう状況も見て、やっぱり市の予算、
新年度の、ね、予算を考えていく必要があるというふうに思います。でまずどういうふうな特徴を持っているかといいますと、言われたように、20年度のですから今年度の第3次補正第1、第2、第3とやっておりまして、これは1月28日に成立しております。で21年度令和3年ですね、これの当初予算と合わせたいわゆる15ヶ月予算として編成しているという方針を持っております。ですから現在の1、2月、3月、そして来年1年の12月足して15ヶ月という、そういうスパンで出るということだと思います。で2つ目は、市長も言われましたように国税と地方税、これは減収を前提として予算を組んでいるということであります。3点目は地方交付税の大幅増や減収対策への特例措置、これは地方創生臨時交付金、これはですね 1.5 兆円増やしております。その中で1兆円は地方の裁量で使える予算として組んでいるようだというふうに私は見ております。これをどういうふうに捉えるかということであります。で4点目は、まあ、これも市長言われましたけれども、臨時財政対策債、いわゆる臨財債と呼ばれるものですが、これは 2.3 兆円増やしておりまして、北上市は1億2830万円の増ということで、すでにこれは提示されておりますけれども、まあ、この全体の特徴については市長を申し答弁で言われたとおりだというふうに思いますけれども、であればですね、地方交付税、これ減になってるんですね。で北上市の場合は2億5800万円ほど減になっているということでありますけれども、この要因はどういうふうに捉えているかということで、まずお聞きをいたします。財務部長。はい、お答えいたします。まず金融からご指摘ありましたけれども、国の今回の地方財政計画、まあ、令和2年度での3次補正、それから、令和3年度の当初予算ですね、これ2つ重なっている状況で、まあ、議員もおっしゃいましたとおり、令和2年度の3次補正予算分については、1月末のところでですね、成立ということですから、基本は繰り越しもありという想定で、これは令和3年度中に、執行できるものとして合わせて15ヶ月のですね予算として考えているというところはそういうところだと思います。で知財計画の部分でのご質問の中でということでしたけれども、まず一つは投資においては、知財計画ではその、まあ、これ地方 の、 財政はコロナ禍の影響があって税収は一般的に落ちているという状況を反映しております。で投資においても落ちているわけですが、一方交付税は国の方ではそれに伴って増額を図っている。であと、これは国と地方のですね、この地方財政の財源不足の部分の折半ルールというのが実はあってですね、これは平成18年頃ですね、三位一体改革の頃あたりからなったんですけれども、それに伴って臨時財政対策債というのも今発行されているわけなんですけれども、まずですね、投資におけるその交付税の状況をしゃべる前に、まず税収の状況をちょっとお話しする必要があるんですが、知財計画の中ではですね、地方税については前年度比 7% の減というふうに見ているところです。で投資は、まあ、これは令和3年度の当初予算のところで前年度と比較すると、これが 1.7% の減で済んでいるというところです。これが市税全体として、約2億4000万円の減と言っているところです。知財計画の 7% 減に、
対して投資の減は 1.7% の減で済んでいるといったところでございます。で加えてですね、交付税については、それぞれ その基準財政収入額の部分についての、実際の動きがありますので、当時においては令和2年度で固定資産税にかかる、税収のですね、補正を12月で行いました。約4億円ということでしたけれども、これが令和3年度においてもですね、昨年度比で増えているといったところでございます。したがって、市民税の、個人の部分、それから法人の税割、そこの分の減があるんですけれども、そこをカバーできるようになっていること、それからあと、その交付税の基準財政収入額を計算するときに、固定資産税は減年でいきます。令和3年度の分は令和3年度でいくんですが、市民税の方はですね、基本的には前年度課税ベースの部分を基準財政収入額、前のところでいきますので、そこがずれてきます。で、令和2年度の、市民税についてはですね、これ、実態は令和元年度の経済状況というところになると思いますけれども、そこを反映して、非常に大きいものになったというところがあります。投資においては、そういうふうな独自の、状況があって、交付税が減になっているといったところでございます。交付税の部分の説明については以上でございます。鈴木健次郎議員。理解しました。いわゆるこの普通交付税の削減ですね、北上の場合は4億9000万言われるように、約5億円の減になっているわけです。これが部長言われるように、基準財政需要額の削減、これが大きいんだろうと。で、三密改革によって、例の小泉内閣時代ですが、ルール作りがされて、でこれはあまり毎年の変動をさせないというルールができたようでありますけれども、でその中で見ましてもですね、じゃあその基準財政需要額、来年度はどれくらいね、収入額、要するに地方交付税ですから、需要額から収入額を引いたのが交付税の算定基準になっていますよね。ですから需要額が大事と私は捉えております。ですから需要額が増えていけば交付税も増えるということなんですよね。でその点で聞きますけれども、ですね、その総務省の方針です。これは1月22日に示されておりますので、一番新しい方針ということなんですけれども、この普通交付税、これのにおけるその基準財政需要額、これは固定算定経費、いわゆる計上費を入れたものですよね。それから包括的な算定経費、これは人口とか面積を入れたものということのようなんですけれども、ここで増やしてるんですよ、国の方は。で、その個別算定経費については2%、これ増やしております。それから包括算定経費は 4% 増やしてるんですよね。したがって、この国の方針でいきますと、北上市の普通交付税は増えることになるんだろうと私は思うんですけれども、現実には5億近いその減になっているということ。このからくりがちょっと私は分からないので、ご説明をいただきたい。それからですね、特別交付税、これも3000万ほどですが、これも減ってます、北上市のその歳入を見ますとね。それから震災復興交付金、これは例年のもので、これは2億6000万ほど増えているということであります。で、したがって、なぜ普通交付税がこれほど減っているんですか、それが地方交付税に、北上の場合は 1.7% 減につながっているというふうに思うんですが、これについてお願いします。財務部長。はい、普通交付税につきましてはですね、議員がお話しされたようにですね、基準財政需要額を
まず計算しますけれども、これについては実際に何々費についてどのぐらいかかっているかではなくて、それぞれ の計算するものについて、例えば人口であったり、あるいは道路延長であったり、それぞれ測定する単位、それにかけて算定をしていくということの積み上がりで基準財政事業額になります。で、普通交付税の全部についてその単位費用とか測定単位、測定単位はある程度考え方は示されているんですけれども、その単位費用と言われる要は例えば人口あたりいくらというふうな、その計算のもとが今現在示されているわけではないです。したがって、この部分について厚くするという考え方、そこを大きく捉えて試算するしかないというところでありますので、実際に普通交付税を計算すると若干のずれはおそらく出ることは間違いないと思います。ただし普通交付税のその計算にあたって、基準財政需要額の部分については、まず出口ベースで先ほど申し上げました通り国で全体いくらを増額すると、で一方で税収の減をこのぐらい見ているということがありますので、そうすると基準財政収入額の減になる部分、そこが普通交付税としては差額が当然出るわけですから、それで、単位基準財政需要額の増、そこの部分だけではない普通交付税全体での増というふうになります。で交付税計算の中では議員がおっしゃったような、例えばこれについて厚くしますよというふうな部分について、おそらく、計算上は増額になると思いますけれども、全体の中で他の部分が減額になる可能性がありますので、そうすると全体で、基準財政収入額に見合う、地方税の減収分、そこの見合いを除いたところで、それでは基準財政需要額の分をどの程度全体で見るかという計算をしなければならないということになります。でその上で先ほど申し上げました通り、投資においては基準財政収入額、これは投資においてもうすでに試算ができるものですから、投資独自の数字ですから、それが伸びるということがあるので、普通交付税としては投資とすれば、昨年度比とでは減ってしまうということになります。それから特別交付税の部分についてもご質問ありましたけれども、特別交付税の部分についてはですね、これについては蓋を開けてみないとわからないところがあります。ルールで来る部分と、それから全体の中で勘案されて措置される部分と、実はある状況です。で特に普通交付税の外側で措置される交付税ということなので、全国的に災害等がある場合に、災害の激甚災害が起きたようなところに厚く措置されて、残った部分で配分がされるといったところもありますので、全体の状況を見て、今年度の部分では、議員おっしゃったような形での計上というふうに今回は見ているところでございます。これも蓋を開けてみなければならないという、分からないといったところは実情ではございます。以上です。鈴木健次郎議員。単位費用がまだ示されていないということで、まだ今後の推移を見ないとわからないところだというふうなお答えですけれども、国の方針ではですね、最初に述べましたけれども、結局コロナ禍にあって、結局はトータルで、きちんとした財源を確保したいという方針は、これは持っているようであります。ですから、20年度は地方交付税減らしました。で今年ね、まだ不確定要素があるのでということなんですけれども、国の方針としては、コロナ対応もあるので、きちんと地方財政を確保したいという方向性は持っているようでありますので、今後の推移を見ないとだめだと思うんですが、そういう方向で北久米市の場合も考えていいのかどうか。お願いします。財務部長。はい、国においてもですね、先ほどの市長からの答弁にもありました通り、地方財政におけるそのコロナ禍の影響ということは
まあ、間違いなく反映された地方財政計画になっているとは思ってございます。で、ただし、このコロナ禍の影響がどの程度、どの期間ですね、今後も続くのかによって、地方財政へのさらなるその影響というものは、やはり懸念するところがございます。その部分の期間が長くなってくると、今の部分の財政の見通し、地財計画で見通ししている部分だけで十分なのかというのは、これはどこの自治体も多分感覚としては持っているものだと思います。従いまして、今のコロナ禍の状況にあって、まあ、例えば経済活動だとか市民の生活だとか、そういった部分の支援、そういった部分の必要性というのは、やっぱり感染の状況を動向をですね、今後見ながら必要なものはやはり取っていく必要があると思いますし、それに伴って必要な財源というのも当然これは国の方に求める部分、例えば今の部分で不十分なのであれば求めていくということも、当然これは一自治体だけではなくて、まあ、どこの自治体でもそういうふうな考え方は持っていると思いますので、そういうふうな対応を取っていく必要があるというふうに思っております。以上です。鈴木健次郎議員。市長に伺います。まあ、今財務部長が言われた方向だろうというふうに思います。それでですね、北上市としてじゃあどう今後ね、新年度の予算執行の中で考えるべきかということなんですが、地方創生臨時交付金、これは間違いなく増えます。それからですね、緊急包括支援金、これも第三次補正絡みで交付されます。で、したがって国が言う、まあ、財源を確保するというのは、これも入ってだというふうに見ておりますけれども、であれば北上市としてトータルとして、じゃあこの財源をフルに、ね、活用するという立場に立つのかどうかがまず一つですね。で、立つのであれば、例えば職員の体制強化、コロナの影響によって、まあ、ルールあります。医療福祉分野がかなりね、まあ、力がこう落とされているという状況があります。これは職員の、まあ、削減の状況もこれは見過ごせないというふうに思います。それから医療従事者への支援、こういうのも私は必要になってくるだろうというふうに思います。それから地域経済対策、まあ市長は、まあ、継続してやっていく旨の答弁ありましたけれども、この対策、さらに継続と充実が私は求められてくる。それから雇用対策ですね、まあ、足りなければ独自財源も、まあ、危険を取り崩してという答弁もありましたけれども、独自財源も使ってやっていくという、私は視点で立つべきだと思いますが、市長、どういうふうに考えますか。先ほど財務部長が申し上げましたとおり、確かな見通しというのはまだ立ってないわけでありますけれども、これまでの令和2年度の市のコロナ対策の予算執行を見てもお分かりいただけるかと思いますけれども、国の対策臨時交付金の公表を待たずに先手でやってきたつもりであります。幸いにも国の臨時交付金がそれを補填するような形で追いかけてきてくれたということは、非常に当市にとっては幸いなことだったなというふうに思います。で、しからば新年度はということでありますけれども、恒常的な、まあ、経常経費にこのちょっと先行きわからない、この国の予算をつぎ込むということは、今のところ考えておりません。ただ、これまでのコロナ対策で補正を打ってきたように、国がやろうがやる前が、市としてやるべきことがあるのであれば、それは先行してやっていきたいと
というふうに思いますし、そのことについて国がやっぱり補填するべきだということがあるのであれば、これは国に対して要望していく、そういうスタンスで進めていきたいというふうに思っております。鈴木健次郎議員。はい、わかりました。次に進みます。市民の命と健康、暮らしを守る施策についてであります。具体的には高橋久美子議員が一般質問される予定でいますので、私は基本的な点でお聞きをいたします。まずワクチンの接種が始まるようでありますけれども、私はワクチン頼みではコロナ対策にとっては不十分だろうと、あくまでもその免疫をその追いつけるというものでありますので、根本的な感染予防には私はどうしてもならないというふうに思います。でそこで、これの問題ではなくて、今後ですね、今心配されているのは変異ウイルスですね。今の新型よりもさらに進化した今ウイルスが日本でも今拡大の状況がありますし、尾身委員長ですね、国の委員の代表をやってますけれども、方も、いわゆる今後はその変異株と呼んだり変異ウイルスとも呼んでますが、これの拡大が非常に心配される。それからそのリバウンドですね、リバウンドによって第4波のウイルスがコロナの感染が心配されるというふうに言われております。で私は先ほど体制の強化と言いましたけれども、北上市の場合はこれまでも取り上げてきましたが、地域医療、これがやっぱり不足している。それから昨日もありましたが、保健所、これが統合によって北上市には保健所がなくなっている状況ですね。保健所の設置が非常に全国的にも叫ばれておりまして、投資の規模、それから住民のそうした公衆衛生、これを守るという立場からも、私は保健所、これはやっぱり復活すべきではないかなというふうに思いますので、市長、どういうふうにお考えかということをですね、この保健所と地域医療の充実、具体的には診療所の設置等ですね、これまで私たち議員団としても取り上げてまいりましたが、これについてお願いをいたします。市長。保健所については昨日も考え方はお示しいたしました。今の県が抱えている人員体制を分散をさせて、そして各自治体にちょっと配置するということについては、少し慎重にならなければならないんだろうなというふうに思います。十分な体制がそれぞれの自治体で取れるのであれば、当然近くにあった方がいいわけでありますので、そういったことをよく見ながら、要望すべきは要望していきたいというふうに思っているところであります。当然全体を北上市に持ってくるというのでは僕らは大歓迎ではありますけれども、そういうわけにもすぐにはいかないと思いますので、その辺のところは、しっかりと考えて要望すべきを要望していきたいというふうに思っています。地域医療に関しては、先般周産期医療で、今日の北上市、大きな課題が出てまいりました。今般、釜石市の方でも出てまいりました。診療科についてはさまざま、今般の釜石は周産期医療でありましたけれども、それぞれの地域の中で、心配、特に足のないですね、足というか交通弱者の皆さん方への対応というのは考えなければならないということはあろうかと思います。でそのためにまずは、我々は今使える手段を探っているわけであります。その今使える手段というのは遠隔診療と
ということになりますので、まずは遠隔診療をしっかりと整備していきたいと、その上で、まだやっぱり足りないものがあるのであれば、考えていかなければならないかなというふうに思っております。以上です。鈴木健次郎議員。暮らしを守る経済対策についてであります。これは細かくは安徳純子議員が一般質問される予定でいますので、そちらでお聞きしますけれども、先ほど申し上げました、やっぱり国の地方財政計画と、それから市の、ね、予算を見て、この地域経済をきちっとね、やっぱり維持発展させていくと、これは冒頭の、ね、市長答弁でもありましたので、ぜひその方向でやっていただきたいというふうに思います。自治体のスマート化についてであります。これは昨日も各会派の方々からも質問ありましたけれども、市長はこのデジタル化について、特に AI の活用ですね、これは一つのツールだと、道具だという答弁をされておりますけれども、じゃあ、国はこの自治体のスマート化によって何をしようとしているのかということをね、お聞きしたいんですけれども、どういうふうに理解されているかということであります。国のですね、これは総務省ですでに公表しているんですけれども、自治体スマート化にはどういうものかということで公表しております。7点ほどあるんですが、一つは業務プロセス、これの標準化、この標準化ですから、全国統一していくという考え方だと思います。そしてシステムの標準化をしていくと、それから AI 等の ICT の活用を普及促進するということです。それから電子化、ペーパーレス化ですね、紙でなくて電子化していくということであります。それからデータの項目、記載項目、この様式とか帳票のこれを統一していくということ、それからセキュリティ等を考慮したシステム、AI 等のサービスの利用、それから人材面の方策ですね、これは昨日もありましたけれども、外部人材起用で、その自治体での、このスマート化に活用していくという考え方ですね。で、問題なのはですね、私はデジタルを全部否定するわけでもありませんし、一定の効率、この AI 等を活用しての、事業の、ね、効率化を図るということについては、これは賛成なんですけれども、で、今の菅内閣はこれを一気に進めようとしている、一気になんです。でしかもその国がデジタル庁を作って、そして国が全部その管理運営していくっていう、統制していくっていうふうに私は捉えているんですけれども、したがってトップダウンでやっていくんだっていう考え方が私は見えてしょうがないわけでありますので、こういう危険性はあるんだろうなというふうに私は思います。で、事実ですね、次の方針というか、これは総務省、これも総務省の考え方です。これ3点言っております。まずですね、経営資源が大きく制約されることを前提だということです。で、従来の半分の職員でも、自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みを作る、いわゆる公務員を半分に減らすという方針をすでに打ち出しているわけです。2点目は、すべての自治体で AI、ロボティクスが処理できる事務作業、これは AI によって、自動によって全部処理するという考え方ですね。これがスマート自治体に転換の仕方というふうに思います。それからですね、自治体行政の標準化、先ほど言ったものであります。ですから、プログラムも、それからシステムも全部
国の標準化によってなされていくということで、私は自治体の、まあ、いわゆる自治体制がどうなっていくのかということですね、まあ、そういうことも、まあ、心配するわけでありますけれども、まあ、ちょっと長く話しましたが、そうした危惧が持たれないのかどうかですね、北上市としてどうこの自治体のスマート化を捉えているのかということでお聞きします。市長、お願いします。市長。はい、昨日もお答えいたしましたけれども、デジタルトランスフォーメーションに関しましては、今、北上市でもすでに行っております、行政マネジメントシステムの一つの手段であるというふうに捉えております。今、今年度、大きく国でデジタル庁などを設置して進めようとしておりますが、これ、前々から総務省では進めようとしていたことでもあります。当市では令和2年4月に、この新たに、まあ、情報戦略を、まあ、計画を立てて、今までは5年計画だったかと思いますけれども、5年計画ではとても今のこの技術の進化には間に合わないということで、3年スパンに変えて進めようとしておりました。で、これは今この目覚ましいスピードで進む、まあ、デジタル改革ですね、技術が変わっていく時に、我々の自分たちの抱えている業務を見直すいい機会だというふうに考えております。どういったところをデジタルに置き換えることができるかということを考えるときに、考えるそのきっかけとして非常に大きな意味を持っているのではないかなと。我々、何が大切かと、日々同じような業務をして、言っている中で気づかないこと、本当は市民一人一人に対応することの方が大事なのではないかというようなことをしっかりと気づくような機会にしていればいいと、していかなければならないというふうに思っております。で、そういういい機会にしていきたいという思いで、この令和2年度の4月のからの戦略を動かし始めたところであります。今般国がやろうとしていることもまさにそういうことであってほしいなというふうに思っている。決して例えば市が抱えている人員を減らすとかですね、そういったことが目標ではないはずでありますので、この新しい技術を使うことによって市民一人一人、あるいは我々が本来やらなければならない業務というものは何かということをしっかりと正しい方向に持っていくようなデジタルトランスフォーメーションであってほしいなというふうに思っております。先般の北上市でもフォーラムが開催されましたけれども、特にもカーボンゼロを目指すためにはこのデジタルトランスフォーメーションは欠かせない技術であるということが言われているわけでありますので、まあ、そういったところに向けても我々はしっかりと取り組んでいく必要はあるだろうというふうに思っています。鈴木健次郎議員。その通りでぜひ進めていただきたいなというふうに思いますし、昨日の高橋浩二議員の質問の答えで、行政のマネジメントは変わらないということ、それからあくまでもこのデジタルトランスフォーメーションは手段だと、ツールだということであります。私もそうだというふうに思います。で、したがって AI はその人間にとって変わることはできないわけです。私が言うまでもなく、AI はいろんなデータ、あらゆるデータに基づいたその中からよりベターな何て言うんでしょうか、一つのデータを持ってきてそれを提供するということなわけですから、この AI を作るのも人間なわけですよね。
で、AI の出した情報を利用するのも人間なわけです。ですから私は人間がやっぱり常にいるべきだと。で、しかも行政ですから、私たちは対市民との接するわけですから、AI に接するさせるというわけにいかないというふうに思うんですよね。ですから今後、先ほど言ったように国は、まあ、いわゆるその IT 産業をどん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 拡張させていくという中でね、なんていうか自治体もそれにこう巻き込もうとしているというふうに私は捉えてしょうがないわけですけれども、やっぱりその辺は自治体なんだと、やっぱり自治をね、で住民、あくまでも住民サービスにやっぱり責任を負うという立場でやっぱり今後もねやっていただきたいなというふうに思いますので、AI で全てね効率化を図ればいいということではないだろうというふうに思いますので、まあ、市長の先ほどの答弁でぜひね進めていただければというふうに思います。それからジェンダー平等についてであります。これは総合計画で触れてますけれども、今回の施政方針で市長は一言もこれジェンダー平等、男女共同も一言も触れていません。私はやっぱりこれくらいのね、やっぱり社会的な関心を持たれているという中で、やっぱり施政方針の中で新年度に向けてね、ですからそういうやっぱり市長としての考え方をきちんと私は打ち出すべきだというふうに思います。で、まあ、女性管理職のね、やっぱりちょっと少なさというのも、これは指摘もされておりますので、やっぱり今回の施政方針の中には、この平等、ジェンダー平等の視点というのは、やっぱり盛り込むべきではなかったかなというふうに思いますが、市長、どういうふうにお感じですか。市長。この今の施政方針についても、もう停留にその、まあ、ジェンダー平等もそうですし、多様性社会が底辺に流れているというのは当然のこととして捉えているわけでありますし、今度進める体制についても強化をすると。で、今年度今この多様性社会を推進する計画もできてまいりましたので、それに従ってしっかりと進めていくということになろうかと思います。まあ、先ほどご指摘がありました市の幹部職員ですね、我々もできるだけ女性をある程度ですね、しっかりと登用したいというふうな思いで常にやってきているわけでありますが、たまたま今回はというか今年度に限ってはそういう状況になっておりますが、まあ、今後大きく育ってきている人材が多くおりますので、今後にご期待をいただければなというふうに思っております。以上です。鈴木健次郎議員。ジェンダー平等については富樫久美子議員が一般質問で具体的に、ね、お聞きしますのでよろしくお願いします。教育長にお聞きいたします。先ほど教育長のお考え、いろいろ答弁をいただきました。基本目標、基本方針、言われるように向こう10年間のですね、方針を定めるも極めて大事だというふうに思いますので、この目標と方針の本当にその基本的なことを どういうお考えでこういう目標方針を決めたのかという点についてお聞きしたいんですけれども、まず基本目標にはおっしゃったように未来に向かい自ら学び地域を互いに支える人づくりというふうに言われております。で、基本方針、これは郷土に誇りを持ち未来に向かう人づくりということであります。これの目標方針を決めるにあたって、どういうふうな思いが教育庁には込められて、作られたのかということで、まずお聞きをいたします。
教育長。はい、ただいまの教育振興基本計画の目標並びに、方針ということでしたので、それについて、私の方から若干ですね、考え方ということでお話ししたいと思います。答弁にもありました、やはり未来に向かいというのは、非常にこう変化の激しい未来ということで、やはりその子ども自身あるいは、が自ら考えながらその社会をどうしていくかを判断して進めると、そういった中でやはり基本教育基本目標にも教育基本法にもあります、要するに公共の精神ですね。一つは要するに国あるいは社会の課題をやはり自分の課題として捉えるということ、それをまず根底に置いて進めたいというのが一つあります。それとですね、あと地域を互いに支える、あるいは教育基本方針にあります郷土に誇りを持ちというのは、これはもうとにかく国もそうですが、やはり北上市という市においても郷土愛、これを持たせたいということで、以前話したことあると思うんですが、やはり北上市を知ることをやはり大前提にしたいと、要するに自然であり、文化であり歴史であり、あるいは産業も含めですね、そういったのを学校教育の中で培っていく中で、例えば北上市の良さを知るとか、そしていずれは北上市にいた、戻ってこなくともですね、北上市のために、何らかの方策を示すとか、そういった人を作っていきたいなということで、いずれこれからの社会、要則は立たないわけですけれども、いずれ自分に自信を持って、そういった行動を判断し行動できる人間を育てたいというのが根底にあるわけです。以上です。鈴木健次郎議員。教育長の思いは伝わりました。これは行政の目標方針ですよね。未来に向かっていく人、それから自ら学ぶ人づくりというのを目指したいということですから、行政の目標なわけですよね。それでですね、その基本計画の中に解説あるんですが、その中で次のように書いてあります。で、未来に向かうということで、これは人口減少、少子高齢化などによる社会構造変化、そしてデジタル技術の進展加速がある。で、こういう未来があるから、これに対応できる人間が必要だというふうに言っております。それから自ら学ぶ、これはですね、こうした未来の環境変化に対応するために知識やそれから自ら考え生き方を模索する、そうしたことが必要であるということをというふうに説明されています。それから地域を互いに支える人づくりということで、これは学校、家庭、それから地域、これもね、これまでと同じで一体で取り組む必要があるんだということです。で、私はですね、これ否定はしませんが、当然必要だと思いますが、例えば前の教育長にも私伺ったことあるんですけれども、共同に誇りを持つ、市長もしばしば話されますけれども、プライドを持ちなさいと、郷土を愛しなさいという目標ですよね。で、これはどうなんでしょう、子どもたちを見た場合は郷土を愛しなさいということを行政が私から見るとなんか押し付けにちょっと感じるわけです。大事ですよ、大事ですけれども、そういうことで本当に地域に誇りを持つんですか、郷土を愛しますかということ、目標ですからそれに向かってやらせるということなんですが、で、私大事なのは教育長も言われたように、やっぱり自らということですね。自らということの、ですからこれは私はね、人格の完成を経ないと自ら考えるっていう力は育たないのではないかなと。だから上の方からああしなさい、こうしなさい、こうやるべきだということので、実際この目標が達成できますかということをちょっと
この機会にお聞きしたいなと思って、まあ、お聞きしたわけですけれども、その辺をどういうふうにお考えかということです。教育長。まあ、今、議員が申し上げましたとおり、最終的にはこれ、目標ですので、まあ、いずれ将来的に郷土を愛し、あるいは誇りを持つという部分、そういった人間形成の部分ですので、まあ、それに向けて、さまざまな手立てを講じていくという部分で、例えば先ほどちょっと話しましたけれども、まあ、学校教育の中で、まあ、その郷土に対して、まあ、例えばさまざまなことを知る機会を設けると、まあ、具体的に言えば例えば1、2年生であれ小学校1、2年生であれば生活科の中でとかですね、あるいは3、4年生であれば社会科見学の中でとか、あるいは5、6年生であれば教科を通して、あるいは総合的な学習の時間を通して、さまざま郷土に触れる時間があるわけですし、まあ、将来的な部分であと中学校に上がれば、まあ、例えば職場体験であったり職場見学といった産業に触れる機会もあると、まあ、そういった手だと通しながら教育を通じながら将来的には郷土を愛する、あるいは誇りを持つような、まあ、人づくりを目標として掲げていると、まあ、その手立てをこれから我々は考えていかなきゃいけないんだろうなというふうには考えております。鈴木健次郎議員。目標ですから、だから私は否定はしてないんですけれども、根本はそこじゃないですかと。で、教育基本法、これはもうちょっと変わってしまったところもありますが、旧法も現法も一貫しているのは第一条はやっぱり人格の完成なんです、うん、だから人をきちっと作るということなんですよね。ですからそこが土台となっているんですが、これが伝わってこないって私は思うんですよ。ですから一番のやっぱり目標は人格の完成をさせて、そして郷土を愛する、うん、それから、まあ、未来に向かうというようなことに私はですよ、そういうふうに考えているわけですけども、じゃあこの人格の完成はどこでこうね行政の目標として持っておられるのかということと、あと子どもの権利保障ですね、これは教育庁も今やっているさまざまな行政活動、それから考え方は子どもの権利条約に共通するものだとさっきお答えになっておりますが、やっぱりこの子どもの権利条約、まあ、日本で批准して久しいんですけれども、やっぱりこれ現場でね生かしていくと、もっともっとそうすれば子どもたちが守られていくというね風潮がもっと広まると思うんですよね。でこの存在すら知らない現場の方々もちょっと私たまに話すると知らない方も残念な人がおられるわけです。ですからやっぱり先生方とか学校とかあるいは地域にでもやっぱりこの子どもの権利条約っていうのはやっぱり世界的に国際的に批准したものですから、日本も批准してますので、それをまあ教育スクールコミュニティスクールもいいんですが、そういう中でやっぱり地域にもそうした条約があるんだというようなことをやっぱり伝えていくことが私は必要ではないかな。ですから現場で実践していくということがちょっと弱いと私は思わざるを得ません。ですから言わなくても分かるというのではなくて、やっぱりきちんとそうした視点を掲げていく必要がある。で子どもたちにも伝える、地域の方々たちも伝えていくということが今大事ではないかなというふうに思いますので、これについて教育長もう一度お願いします。教育長。はい、まず最終的なその目標というか人格の形成については、まあ、もちろんその通りというふうに私も考えております。ですからただ今回教育振興基本計画につきましては、まあ、これまでの教育大綱であったり、あるいはまあ市のですね総合計画との、まあ、そういった人の中での人づくりを見据えた上での、まあ、今回目標ということであえて人づくりを前面に出してきたというのが一つあります。であとは、まあまあ、国のですね第三次教育振興基本計画等につきましても、まあ、当然その元々の国の
教育基本法を元にしているものですので、それらをこう元にしながら作ったということで、最終的にはそういった人格の形成は最終段階で目標にはもちろんあるというところで抑えていただきたいと思いますし、あと子どもの権利につきましては、やはりなかなか浸透しない部分は確かにあるかと思いますので、これにつきましてはですね、機会あるごとに今言った教育振興基本計画などとも照らし合わせながら、例えば男女平等の部分であったり、そういった部分をぜひですね、教職員の中にもですね、浸透させていきたいとは考えております。鈴木健次郎議員。この子どもの権利条約の周知ですね、今いろいろな自治体で取り組んでおられるようです。リーフを作って、まず保護者に届けたり、あるいは地域に配布したり、これ自治体です。教育委員会がやってるんです、ですからそういう、もので子ども自身にきちんとやっぱり自分たちの権利が保障されてるんだっていうね、やっぱそういうのをやっていく中で、いじめだのねというのをなくしていくという一つのね、それこそ取り組みになるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ全国の参考例もありますので参考にしていただければというふうに思います。それから最後ですが、グローバルな人材育成、教育長答弁されました外国語、これは当然英語ですよね。外国語もいろいろあるんですが、英検とかなんかおっしゃってますから英語というふうに捉えています。それから科学、これにかなり力を注いでおられるんですが、これは なぜ英語と科学ですね、科学は自然科学 の科学ですけれども、これを特に重視しているなんか理由は何ですか。教育長。これはですね、世界的な情勢といいますか、やはり国際化に向けてですね、やはり国際的に通用する人間をということで、やはり通用できるとすれば英語という、外国語ですので、何の教科でもいいんですが、やはり英語を学び、そしてぜひですね、表に立ってですね、のみならずですね、国から出て活躍できる人間をというのが一つですし、あと科学面についても先ほどから前日も話し合った ICT 教育とかですね、本当に AI、そういった情報化社会にやはり通用するためには、やっぱりその元を知らなければ通用できないだろうと。やはり表面的なものを操作できるだけじゃなくて、具体的にその原理を知るとかですね、そういったものを通して実際にそのツールとして使いこなす、そういった人間を育てるということが根底にあると私は考えております。鈴木健次郎議員。全ての子どもたちが国際的なリーダーになっておけば、私は素晴らしいなというふうに思います。でも現実はそういかない。ですから英語の 大切さはね、これは大事です。語学を通してその国の、文化なり風土なり理解するというのは、これは否定しませんが、英検に、全額補助を出してなぜそこまでやるのと、これは、思わざるを得ないわけです。であれば国語だって漢字検定だってある、算数だってある、ですから子どもたちは特に小学校はね、早い段階からというふうにもわからないことはないんですけれども、もうちょっとその先にやるのあるんじゃないですかと言わざるを得ないわけです。英語の授業だけ増やしてるんですよ。教科化して増やして、そして特別な教師も当てていくということだ。なぜその英語に特化していくんですかということ、しかもリーダー育成ということで、国際的に通用すればそれは全員いいわけですけれども、もうちょっと子どもたちの特に小学校では基礎学力、国語、算数、理科、社会、スポーツ、芸術、こういうものにやっぱりきちんとやっぱり学力をつけて、そしてバランスの取れた人間作って、それから英語に行くとか、これは分かる。あるいは科学に行くとかね、これは科学も大事です。ですからそういうステップをやらないで、勢いも幼稚園からですよ。今英語びっくりするくらい英語で挨拶してるんですね。
ですから、なんかちょっとね、英語に特化しすぎる、これは私は、まあ、財界の要求から入ってきているというふうには思わざるを得ないわけですけれども、そういうのに我々がどん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 ね、引っ張られていいんですかということ。で、英語の授業だけ学習指導要領で吹いたわけです。そして強化もされているね。国絡みですからやらざるを得ないという状況はわからないことではないんですけれども、やっぱりその辺のやっぱり教育の現場に携わるものとしては、やっぱりきちんと全員の子どもに基礎学力をつけてやっていくという基本で私は望んでいただきたいなというふうに思いますので、時間がありましたので、そのことを申し上げまして、どう思いますかということで、教育長にお聞きして終わりたいと思います。教育長。まあ、先ほども申し上げたとおり、実際、外国語活動、外国語教育ということで、まあ、英語には本来であれば限らないわけですけれども、やはりこう身近な部分では、やはり英語が他国言語ということで、やはり英語を学ばせるのが一番まず、まあ、手っ取り早いというとちょっとあれですけれども、まあ、子どもたちにも馴染みがあるのかなということになりますし、先ほど議員申し上げたとおり、国際理解教育というのは、まあ、そういった外に目を向けながら、まあ、要するに国であり、まあ、そういった先ほど言った北上のそういった良さを学ぶ場でありますので、まあ、そういった部分にはぜひこうつなげていきたいというふうに考えております。以上です。25番鈴木健次郎議員の質問を集結いたします。休憩いたします。10分間。